あ、まだこの道も全然整備されてないってことですね。井戸を掘ってるじゃないですか。井戸じゃないですこれです、裏からの。おー、道がすごい道がすごい。うわ、浮きです。これがシェムリアップ、これがシェムリアップだそうです。これここたまらないです。よいしょよいしょ。さて、ここが新しく、本当新しくですよね。多分新しいよ。まだここも来てて、ここもなんかコンドミニアムになる。そっちですか、その裏。ちょっと電源とかあるってことは、5、6棟これできるってことですかね。そうそう、この勢いでいくと。そう、でもあれも多分買われて、あ、多分、俺ね、何て書いてるか分かんないんだけど、多分売り出してるのか貸し、あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫です。そうなんです。あの、もう実際住んでる人もいますね。いる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 。で、コリアンとかチャイニーズとかが買ってるって。で、カンボジア人も、事務所とか、事務所とか。だからこれ、多分、1、2、3階建てなんだけど、ね。買われてレンタルなのか。足場が組まれております。ほんと今にザ建設中という感じでしょうか。すげえ。これもまあ同じようにこの感じで、はい、まあ、こういうことですよね。面白いでしょ。面白いです。これ金子さん 2、3年後ちょっとあれじゃないですか、シェムリアップの不動産王に。あの、不動産王はもっとお金があるしね。100万でも躊躇する男ですからね。こういうイメージ。はいはいはい。いやリッチな匂いがプンプンしますね。これここは事務所なんですよ。俺さっき来たんだよね。あれ見せてくれるかな。なんか中国系な感じですか。そうそう、多分そう。でカンボジアって結構こういうの多いんですよ。じゃちょっと事務所に入ってみたいと思います。なるほど。こんなイメージらしいですよ。わあ、すげえ。これだいぶすごいじゃないですか。じゃあもしかしたらいろんなところ、これ全部病院とかも全部もしかしたらそういう町になるかもしれない。そうですね、ちょっとスモールタウン的な中規模都市会。すごいでしょ、ここ。これすごいやばいでしょ。やばいっす。まだだけど。はい。One more time. Okay. He's in there, sir. Thank you. Thank you. はい、ちなみに本日2回目でございます。さっき聞いて興奮して、あの翔太君に話す。これつい1時間、2時間前ですよね。はい。あの、しかもあの人って同じ人っていう。優しいです。あのちゃんと工事の写真とか。歴史がこう刻まれている。もうザ・コンドミニアムの典型的なモデルというか。まあね、でもここは食堂っていう、ね。食堂。いいですね。でもまあ下に降りてくればご飯も食べれて。なんだこれ。スキンケア。あ、これも病院じゃないですか。スキンケア。これ700だね。700。One man 700 here. One man. One man 700. Yes.もう1 B 倍、3階建てで700ドル月。1階で商売やって2階、3階が家みたいな。まあ全部商売でみたいな。カフェとかレストランとか。はいはいはい、なんならコワーキングスペースとかっていう使い方もありますもんね。あ、それ翔太君欲しいやつね。ほら警備員さんもね。警備員さんも。あ、もうすごい、ゲートがちゃんとあって、ここに常駐してる警備員さんが待機所あったりとか。なんかちゃんと駐車場もあるし。本当だ。いやすごいなあ。俺一人こう応じてる。場所がちょっとあれだけど、でもこれから、ね、5年とか見たいな。
全然そうですね大丈夫なのかな。これはでも作ってるしね。作ってますね。で実際入ってるしね。でその作ってるってことはやっぱりこうもうある程度3段が組めてるってことですよね。そう A 棟です。チャイニーズか、まあ、日本人もそうだけどコリアンね。エレベーターで上に行きたいと思います。6階ですからね。6階。4階。でもあのグランドフロアの4階なので5階ですね、日本語で言うと。ちなみにここも鏡鏡好きだね。鏡好きですね。そんなに自分のことが好きなんでしょうか。こっちの人たちは。そっちの人好きだね。自撮り好きです。自撮りですね。俺も自分のことが好きです。笑ってるよ。あれさっきと違う場所。あ、本当ですか。まあいいや。ここだったんだよ、さっき。そう、覚えてない。これインターホン。あ、インターホンもあるし。カメラ付きの、うん、インターホン。ちょっとやっぱり本の形が。普通無理ですね。ないですか。もうすでにソファーが。多分ね、備え付けが。備え付け。うん。ティバ。冷蔵庫。はい。うまい。キッチン。あれ、キッチンこれガスコンロ、うん、ですね。うん、はい。あれ日本語で書かれて、いや違うか、中国語ですね、これ。すごいでしょ、これオーブンですか。オーブンってか電子レンジかな。見えないよね、暗くて、ね、暗くて見えないですよ。見えないよ、うん、トイレシャワー。トイレシャワー、うわ水圧の強そうな。電気つかないのかな。シャワーあ、つかないよ。つかない、電気はつかないですね、まだ電気は入ってない。お、エアコンもだいぶ新しそうな。ここで撮るんですか。ああ、テレビがあって、収納スペースあって、エアコンももちろんついていて、まあ、のかここめっちゃ、またいいですね、これ。これもベッドルーム。あれ、こっちもシャワーあるじゃないですか。本当に？はい、シャワー取り。すごっ。え、これ普通稼いでるやつですね、マジで。個室とかで、うん、すげえ、ちょっと。で、2部屋あるしね。2部屋今建設中ですね、目の前。翔太くんも興奮してます。グッド。すごいすごい。これソファー買って。俺に buy someone here。 俺に buy someone。 誰かがもう買って て, ってそれを彼女、多分不動産会社の人がそれをなんかまあここで売ってる、うん、だからさっき聞いたのは、なんか電話番号、本当に買うんだったら電話番号教えるよ、このオーナーさん。Can I buy this one? Yes, can. では、can. How much do you know? One bedroom from 30,000. 30,000? Like this one? Like but one bedroom. One bedroom, 30,000. And two bedroom.、Mm-hmm.From five thousand.ここはもうオーナーさんがいて、でそれを売るなら6000ドルぐらいらしいです。でもあのネゴシエートができるらしいですけどね、うん、オーナーさん次第なんで。なるほど。多分5000とかで買って6000で売ろうっていう、そういうことですよね。5000じゃない、5万か。ごめん、5万。5000、5万を5000でっていうね。5万、そうですね。5万を600でってことです。あ、5万を6万で売るとかってことですね。みたいなね。でもだから5万5000で売ったとしても、まあ50万の儲けが、うんうん、ってことはあっちから買った方がいいってことですよね。そうですね。まだ作ってるけどね。あっちっていうのは建設中。建設中なんだ。うん、so、can I buy this one? Yes. One, oh. なんかワンルーム。ワンベッドルーム。Yes. One bedroom, two bedroom. ワンベッドルーム、three, $30,000. 3万ドル。3万ドル。ワンベッドルームで3万ドル。ツーベッドルームで？ツーベッドルーム、like this one, right? Yes, like this one. で、5000。あ、じゃあ5万ドル。5万。言えてないね。なるほど。ってことはもう
買うならあっちを買っちゃった方がいいってことですよね。別に今すぐ必要でもないしってことですね。ですね。金が欲しいです。現金がない。お金が欲しいです。誰か1年後にあっちはそれでクリアアイカンバイ何アイカンバイキャンバイナNext month, next year, if I buy more expensive, same price? No. I don't know. You don't know. You don't know. Not same brand. Not same price. おそらくじゃあ高くなるだろう。高くなるだろう。今のうち買っとけっていう。そういうことですね。すごいね。すごいです。びっくりした。びっくりです。2回目来て新たな情報が。460、400万弱ね。そうですね。半分出して。じゃあ3人で、1万ドル、1万ドルずつ、100万ずつ出し合えば。1万ドルだとね、あの普通の人でもちょっと現実的な、ね、株とかもね、そうですね。一口100万とかで、ね、10万とかだともう意味わかんないから、ね。管理費とかあるんですかこれ、ね？年間の。I have to pay more for that one month.For the road. Yes. Right for the road. Clean the room. Clean. No clean. No clean. Clean, clean outside. Yeah. Outside. Yeah. Ah, clean. Ah, なんかそれが多分管理費だと思うんだけど。月20ドル。Yeah. まあ、バイ。Yeah. 洗濯機とかさっき置き場がなかったような気がしたんですけど。Can I put laundry over there? Laundry. Laundry machine. When you buy this room, have yes, have. Oh, yes. Have laundry, have. What's that? Toilet cup. Toilet cup. Ah, refrigerator. Yeah. Refrigerator. Ah, okay. Refrigerator. もうついてる。ああ、いいです。あれを買えばね。多分あれ家具付きで売ってるんだと。でもこ、this one. No, no laundry. This one no. No laundry. じゃあ、これは。I see, I see. OK です。なるほど。そういうことですね。これね。うん。これは私。こっちだと家具付き、まあすでにオーナーさんが家具を用意してくれているので、家具付きで買えるんですけども、こっちの新しく建てている方ですね。物件だけ買えば、今度これ家具は付いてこない状態で購入ということですね。